のみさん、こんにちは。10月29日か。木曜日ですね、動画撮っていきたいと思います。まあ、結局ね、今月、マイクロですから、まあ、なんつうのかな、新製品情報なく、で、なんだろうな、まあ、ちょっと今月自体はね、まあ、結構、そんなに革命か面白いのがなくね、あったんですけども、加藤の方からね、なんか追加情報っていうのが出てましたんで、案内したいかなと思います。それプラス、今月ですね、勤労感謝の日でいいんだっけな、11月23日。土日月とね、まあ、来月の、下旬の方ですね、まあ、3連休ございますんで、まあ、ポチの、ね、イベント、秋葉原みたいです。まあ、例によって例のことがね、秋葉原の、なんだっけな、駅出て、なんかなんつうの、なんか、まあ、どっかに繋がってるやつ。まあ、秋葉原ね、俺、一度行ったことあるんですけど、まあ、前から、毎年、毎年、あれか、毎回かからずの、例の会場ですね。秋葉原からなんだっけな、なんかのブリッジ歩いてたっけ、あ、そうそう、これ。秋葉原ブリッジ、秋葉ブリッジ歩いてから、エレベーター登って、まあ、行う、やるでしょ。まあ、こんな感じですね。ランダムに配布なんだ。じゃあ別に早いもの順ってわけではないんですね。朝8時から9時は。まあ朝9時以降に関してはまあ先着順か。まあいいけど。まあで、あとあれですね。またコロナの影響で、思想代もなく、で、ジャンク品もないね。なんかイベント幕張なんかな、まあ東京のどっかで毎年夏に怒られてる、まあ、イベントみたいな感じの、方式で、まあ、思想代もなく、完品のみがね、揃うって感じみたいです。まあ、こんな感じですね。N ゲージ、HO ゲージ。で、ジオコレ、バスコレ関係で、まあ、ジャンクはなしと。どっかに書いてるよな。あれれ書いてなかった？あ、ここか。ここっすね。どこだっけな。あ、ここ。思想代はなく、まあ、あれですね。中身の確認できね、まあ、あれか。備品の推しのものを動いてしまうと。まあ、一部商品の時はちょっと気になりますけどね。まあ一応ね、状態関係したことで、通常のフェスティバルとね、まあ、異なる販売方式みたいですね。あ、これですね。国際鉄道模型、あ、ジャムか。これと同じね、まあ販売方式みたいです。だからまあ、いつ頃になるんですかね、ポじゃねえ、ポチのこの販売方式。まあ一回、横浜だかなんかが今年中止になったんでね、まあ順当に秋葉原になった感じかなと思いますね。で、まず加藤のですね。加藤のがまずこっちか。これね、まだメーカーの方には発表されてないんですけど、こちらですね。11月下旬発送の再生産ということで、まあ来月ですね。ワム、7万、ワラ1、ワ1万2000と。まあ二軸貨車シリーズがね、軒並み再生産かかってます。まあ一応ね、これ後で詳しい内容出てないんで、ちょっとメーカーの方の、出荷リストもね、確認したいかなと思います。で、こちらもね、メーカーから発表まだ出てないんですけども、こちら、新製品のね、スターターセット、まあ年末、商戦にお役立ていただく、まあスターターセットラインナップが3種類と。で、これに伴いね、湘南新宿ラインと、何かと何かが廃盤に、まあ、廃盤っていうかね、まあ、潰れたみたいです。で、今回はね、まあ、九州、広島、仙台と、まあ、都市の、代表的な車両で、701系と、レッドウィングですね、227系で、アラウンズ九州の787系。こちらのね、スタートセットが出るみたいです。まあ、2両、3両、4両ってことなんでね、まあ、多分そうですね、つい最近発売された、まあ、レッドウィングだったり、それの多分、同じセットになるのかなって気がするんですけど、どうなるんですかね。まあ、とりあえずそんな感じかなと思います。で、あとはあれですね、強敵店限定で、チビロコのセットと、ゼブラのね、なんか8630型が出るみたいです。お値段26,400ってことで、ね、出てます。まあ、8000系の機関車、8200、8000系だっけ、なんか忘れたんですけど、8000型、まあ、機関車ね、つい最近発売されて、で、あれですね、なんだっけな、鬼滅の刃かなんかの、幽霊列車かなんか、それの牽引機かなんかがそもそもこの8000系らしきやつ、8600系だけ流せたんですけど、だったみたいなんで、結構売れてるみたいですね、この8600系。なんか俺覚えてないんだけど。ちょっと待って。メニュー。説明できよう。確かにその8000何系って機関車がね、つい先出たんだよね。違ったっけな。違ったな。ちょっと待ってくださいね。なんかね、確かにあったんだよな。あ、間違えた。これちなみに横にするとね、画面の検索ときにね、うまく引っかかんないんですよね。タリスはちょっと待って。まだ見たくね。タリスはちょっと見たくね。まだ引き取りってないんでね。一応ね、引き取り予定はね、月曜日予定してるんですよね。まあ土曜日、多分、一応今日が木曜日で、
今日は29。多分もうテントにはついてると思うんですけど、まあ、新パーツもね、買いに行きたい都合上、めんどくさいんでね。ね、まだ行ってないんですよね。あれ、機関車って何系だっけ？完全にわかんねえ。あれ何系だっけ ?8600? ちょっと待って。確かね、加藤からつい最近出たんだよな、なんか SL。ちょっと待ってくださいね。ダメだ、俺のスマホまた壊れてきた。加藤8630で検索。あ、8620か。ちょっと待ってくださいね。加藤8600。そうっすね、20っすね。あれこれ違うな。合ってるかな東北仕様。確か別売りの貸しセットかなんかが特記品だ。あれ特記品だっけノーマル品だっけな。そうっすね。なんか貨物列車セットは多分8620っすね。だから今回まあ8630が出るみたいです。まあゼブラ塗装なんでね。まあ俺は知らないんですけど。今回のゼブラ塗装こちらっすね。デフォー撤去で前後に軽快なゼブラ塗装が使われた姿。で、ナンバーは金属製のナンバープレート。で、ヘッドライトが大型。で、音声品はシールドネート。で、ナンバープレートの幅が、狭く独特な形状の、演出扉のハンドルの特徴も再現。で、組み札入りには広ってことは、これ広崎なのかな多分そうかな。あ、そう、あ、広前、ん？これどこだ？現役時代は平ってこれ常磐線だろ？これ広崎で合ってんのかな？あ、そうですね、広崎で合ってますね。広崎って秋田県だっけ秋田か青森か分かんねえんだよ。青森県ですね。失礼しました。青森県の、西部の市民ですね。あ、五所川原の下にあるんだ。初めて知った。まあ一応そちらにいた、プロセプト。で、現在は京都博物館に同座されてね、SL チームごとして、校内で客車検査など、まあ、現在も活躍しますと。ちょっと待って、調べてみよう。ってことは、これ、一応現役扱いにはなんのかな ?SL スチーム号。あった。SL スチーム号。ただ、ゼブラ塗装ではない感じか。そうですね。確かに8630出ますけど、ゼブラ塗装ではなさそうですね。8630、ゼブラ、検索。うん、そうですね。一応、まあ、ゼブラじゃない形式が今みたいですね。まあまあ、面白いんじゃないですかね。車体前後にゼブラ塗装。まあいいっすね。まあ興味がある方は一応、京都の方飛んでみてください。一応ね、公開ナックルカボがいつものように付属するみたいです。で、というわけで、まあ、ちびろこの方に関してはね、まあ興味がないんでいいとして、というわけでちょっとじゃあ、発売予定のちょっと生産的に見てみましょうかね。スターターセットの案内ね、一応、ちょっと待ってください。一応トップ戻って。一応ね、こういう風にポスターとかでの案内っていうのが今回ないんで、どうなんだろうな。まあ別に生産予定表になかったらなかったで、まあいいんですけど。一応いつだ ?11 月か、両方とも。11月ってことは、あ、これか。確かに発売予定の方には記載がねえな。どこの問屋経由で受注が入ってんだ？わからん。多分、ね、一応ね、製品番号をこれ過去に検索したときに、何日か前かな検索したときに、だったんですよね。出てこなくて。まあそうですね。興味が、まあ最悪メーカーに問わせてもいいんじゃないですかね。一応今日が、もう木曜日なので、で、この情報自体がね、先週、あ、先週じゃない、今週か。月曜日に出てるんで、まあ3日前ですね。カースイと、まあ情報出て、未だにまあメーカーの方では案内がないので、ちょっとどうなるかわかりませんけど、一応類似品でちょっと案内しよっか。まずレッドウィングですね。レッドウィング今回3両セットということでね、まあ今月、てかもう発売されましたですね。先々週ぐらいかな。まあ発売された。三両セットのね、多分こちらがほぼほぼ同じプロトタイプのスターターセットになるのかなと思いますが、一応ね、こちらの方にも品番の方はちょっとまだ記載がないので、ちょっと足表確認してみるか。一応ね、こちらレッドウィングの足表なんですけど、
まあそうですね。一応3両セット、2両セットともに、まあ、情報が出てますけど、まあ、さすがにやっぱりスターターセットの情報は、こっちのセットの方には載ってないですね。もしかすると、まあ、このセットのやつがそのまま発売、っていう感じにはなるかと思うんですけど、もしかしたら特別扱いで、まあ、車番が変わる可能性もゼロではないんですよね。ゼロではないんだよな、多分。で、一応今回のこのスターターセット自体が、まあ、クリスマス、まあ、年末に向けての、まあ、年末商戦、まあ、年末商戦ってことなんで、まあ、完全にクリスマス、まあ、もしくはお年玉に向けて、まあ、メーカーもね、その売り上げが欲しいってことなんで、まあ、かなと思うんですね。まあ、一応、しかも生産数が限定品ってことなんで、どうすんのかな。まあ、一応ね、エンドレス基本セットの、マスター版っていうことなので、まあ、特別パッケージのスターターセットと。どうなるんですかね。まあ、一応、レッドウィングと。で、787系と、701系か。787系って何年か前に確かリニューアルされたんだ。1、2年ぐらい前かな。製品上。確かね、何年かぐらい前かね、1回リニューアルされたな。リニューアルっていうかあれか。4両セットと単品の差派だっけ？確か出てるはずなんだよ。あ、これっすね。アラウンドザ九州。あ、去年だったんだ。で、単品がこれっすね。あ、去年か。じゃあ、ほぼまあ、丸1年ってことか。まあ、じゃあ、アラウンドザ九州と。アラウンドザ九州、平成4年、俺よりちょっと年上なんですね。7月のデビュー以来、まあ、様々な運用の変貌を受けて、現在は南福岡州センターと大分に、配置と。で、かもめ、きらめき、日輪、日向、そしてかもめが、九州新幹線か。まあ、日向、霧島中心に在来線の機能を宿してると。そう考えるとさ、かもめが新幹線だったら885系ってどうなるのかな？まあ、どうなるかは知らないけど。今回、そして黒飯786と黒飯787の0番台を新規設定し、4両編成新たにエネルギー化。で、合わせて先頭連結のカプラーセットとスカート、を、付属便としてまあ設定と。で、平均前提の再現が可能。で、6たす6の、きらめきの再現や、4たす4ダイソーのソニックの再現も可能です。ということで、まあそうですね。当時4両セットと、まあ、サハが1台だけ出ましたと。で、編成図じゃこんな感じ。まあ一応ね、4両セットベースに、まあ、サハがぶっ込みと。あ、これ違う、こっちか。こっちですね。こっちプラス、まあ追加でサハが入って、まあこんな感じですね。カモミ緑。かな？それでいいのかな？ちょっとわかんないんだけど。どうなんでしょうね。クモロってことは。あ、クモロはこっちか。で、クロハだから、クロハなので、こっちか。あ？どれがどれだか俺も分かってないんだよな。あ、こっちですね。日蓮続けと。あれ、なんでこの時サハだけ出たんだっけ？覚えてない。覚えてないか、マジの本音なんだよな。サハ787。あ、これか。カモメ緑の竹脇の8蘭造血してたのか。あ、で、この時だからか、再生産かかってたんだ。アラウンドザ90の7両のやつって。あ、なる新規設定か。そっか、78だけあれ、カモメか、失礼しました。そうですね。多分、新規設定で出てましたね。まあ、そのうち今回は4両と。だとしたら、俺もんだけど、8両のまま売っちゃえばよかったのね。まあ、一応78なんだけど。で、最後が701系ですね。701系でどっちがプロトタイプだ？一応、柱の都の近郊電車。仙台か。ちょっと待って。どっちだ？一応701系。多分こっちでいいのかな。多分これだと思うんですよね。仙台色の2両セット。まあ1000番台って記載がないんで、多分これかなって思うだけなんですけど。あと701系、これしかねえもんな。そうですね。1000番台の、4両足す2両。と、あとね、つい最近発売した、青い森鉄と盛岡色と。になってきますので、最近いつもあれか、先月か。なので、そうですね。多分、こちらの2両セット合ってるかなと思うんですよね。一応、こちらも、発売としては去年の11月と。まあ、だから約1年ぶり。一応、仙台市も2両セットですね。701系、東北地区の通勤、近郊輸送、行っていた客車列車や国鉄型電車の区間を目的に、平成5年、あ、こちらも、俺よりちょっと年上なんだ。軽量ステンレス製の3トイブラ20メートル級。3VF のインバーターで、ワンマウンテン、車内移動の観点からロングシート基本。そうなんだ。現在は2両から4両編成があり、適正輸送に応じた組成で運用されます。で、製品は仙台地区の両と2両編成をリリース。で、非ワンマン対応の4連成とワンマン対応の2連成と異なる側面を作り分け。で、両セットモーター車組み。で、ゴムタイヤなしだっけ、確か2両の方は。いや、両方ともゴムタイヤある感じかな。わ かんねえんだよな。一応でもね、並結運転を考慮している都合上、多分ゴムタイヤないはずなんだよな。
ちょっと一応確認すると、仙台車両の F429 と F2 の24。で、ステップのある、客用扉、交流電車のパンタグラフ、4両の非ワンマン対応、2両がワンマン対応、幕番の車外スピーカー、ドア分けの出入り口置きなしで、両方ともあり。で、パンタグラフ小型のあれ、で、クモファあれ、ショートスイッチ付き、仙台取り付け済み、交換用付属、で、ウィーカーマーク印刷済み、あ、こっちか。あ、両方ともあれなんだ。トラクションタイヤ装備してるんだ。なんか意外だな。ちょっと待って、足出せるかな。まさか2両編成でもゴム台入れてたんだ、当時。ちょっと見てみましょうかね。本当だ。クモハ701、1029、動力車。しかもトラクションタイヤ2個付きなんだ。これってあれだよな。0M 式モーター車だよな。あ、そうですね。一応、クモハの動力車以外の全車なんで、これがクハか。何が何だか分かってないけど。まあ、だからなんか、まあ、つか前と後ろとか、台車が違うんだね。701系って。まあ、関東の人間からしたら台車が前後で違うなんてめったにねえんだよな。強いて形勢ぐらいだろ。まあ一応そうですね。片側の 05M モーターで、しかもトラクションタイヤ2個装備。あ、すげえな。よく電気吸えんな。まあ一応ね、こちらの方に関しても、まあスタートセットの記載、まあ当時のやつなんで、そうですね、データも上書きされた形跡はなくって感じか。まあ一応ね、今回の入社セット、製品番号はね、一応、2F の24だっけ？ F2 だっけ？どっちだっけ？まあ一応2両編成のね、24番目で編成ということで、F2 か、F2 の24番。今回は何番になるか、ちょっと気になりますね。一応なぁ、情報はだ、見てみたいんだけど、出てねえからな。車番が変わんのかどうなのか。一応品番10013検索。確かに10013がね、元湘南新宿ラインなんだよな。いや、出てるな。ああ、そうですね。確かに湘南新宿ラインのが出てくるけど、一応ね、なんかね、ヤフーのショップには出てきたな。ヤフーショッピングには。お値段が、税込みで14,293円。これ2割引きか？178の、かけ、テンパチの1.1。156.64。あ、だいぶ安いね。そうですね。一応2020年11月発売、森の都なんかわかんないけど、2021年発売の金鉱電車。一応ね、予約ヤフーに出てきたやつはこんな感じの、ケースみたいですね。知らんけど。はっきり言うと知らんけど。まあ、そうですね、どうなるか。まあ、一応、気になる方はね、自分が予約したい店、もしくはメーカーにちょっと問い合わせてみるのがいいかもしれないですね。森の都、仙台。まあ、悪くはないけどさ。で、ちなみにもう一個の014か。加藤10014。これが元九州っすね。813系のスターターセット。ただこっち、あ、出てきたこっちもレッドウィング。あ、ちゃんと出てきましたね。一応ね、ヤフーショッピングの方で、なんか品番継続したら運よく出てきましたね。こんな感じ。ツバメ、レッドウィング、701K、ワム、ワラ、ワカ。まあ、こんな感じ、20箇所。で、この辺はあれかな？在庫かな？ただの。なんか腹の虫になった。そうですね。この辺はただの在庫なんで、まあこんな感じですね。まあ例えばこれがさっきのあれか。レッドウィングか。まあこんな感じと。15,319円。まあ定価が19,700円なんで、まあまあ安い感じかな。ヤフーのショップは。てか、あれですね。俺知ってる昔の加藤のケースってめちゃくちゃでかいんですよ。今のケースってなんかちっちゃいみたいですね。あのスターターセット。昔はトミックスもでかかったし。そう考えると今のそのスターターセットよりって結構コンパクトになってね。俺は結構いいなと思うんですよね。ただ俺 スターターセットね、多分ね、一度しか買ったことないんだよな。そのトミックスの寝台列車しか。あ、そうですね。一度ぐらいはなんかスターターセット加藤のやつ欲しいんだよな。まあスタンダードの SX まだ持ってないしってことで。まあそうですね。一応今回、まあこんな感じでね、リニューアルなのかな？まあ出てますけど。で、これがトミックス。おー、発売案内出てたんだ。30日。あ、これ多分案内したな、俺。30日、そうか。とうとう出たんだ。エヴァンゲリオンのファーストカーミュージアム。
どうせならにあの再生産すりゃいいのに。どうせなら再生産すりゃいいのに絶対まずいんだよな、あの発言は。まあ一応そうですね。タリス、今日発送か。ああ、火曜日発送か。火曜日発送なんか島にはもうついてるって人いるみたいですね。YouTube にはなんかもう一人あのタリスの PBA 出してる人いたんで。そうか、じゃあ多分明日くらいにはつくのかな。俺は一応、土曜日が忙しくて日曜日休みたい。で、月曜日はね、一応引き取り行く予定なんで。まあ月曜日だったらね、まあ発売して1週間以内なんで多分大丈夫と思いますけど。あのね、土日取れてたって困るんですよね。ちなみに俺ね、昔まあ今あの、アゼリアのポポンができたかも、かれこれ多分2年ぐらい経つのかな。2年か多分3年ぐらい経つと思うんですけど、トレザーのレイアウトっていつか変わったんですよね。一回だけなんか言った時にね、レイアウトがちょうどね、交換してたんだよね。確か交換してた。しかも、ね、その新しいレイアウトでしたが、一度もね、あの、トレッサーで走らせてないんですけど、多分ね、俺ね、トレッサーのね、あの、レイアウトのね、ポイントカードね、めちゃくちゃ余ってんだよね。まあ、昔はね、ビブレに行くかトレッサーに行くかに行きたかったんですけど、今、アゼリアができたんでね。まあ、アゼリアの方が、まあ、近いし、撮影も便利だし、ことで。まあ、アゼリアにしますけど、まあ、ビブレともそんなに変わんないかな、距離的には。うん。まあ、そんなに変わんないぐらいかな。まあ、トレッサーにも簡単に行けるし、ビブレにも行けるし、本当にアゼリアにも行けるで、結構いいところなんですよね。まあ、いいところだけど、いいところいいですよね、これ。そんな感じかなとですね。あとはまあ試作品の画像とかだったりで、これは治安にしてるか。まあ、そんな感じになるかなとですね。まあ、とりあえず興味がね、今回このスターターセット、まあ、あとこちらの名前だったな。グリーンマックスがゲタデンがなんか出ます。エコノミキとコラドドミア。いつ出た？昨日の夜か。で、加藤これですね。ホビーセンターカット、ホビーセンターカットは出した方が早い。ホビーセンターカット、ホビーセンターカット、ホビーセンターカット。一応ちょっとね、全部見て。ホビーセンターカット、ホビーセンターカット。ホビーセンターカットを生産予定表。結局ですね。HO ゲージか。発売されたんだ。あ、しかも先月か。一応確認だけさせて。付属のカプラか。あ、マグネティックカプラ出るんだ。ちょっと欲しいかも。ちょっと日付見にくいんで、解放線路が6本いいか。なんか外車も出てるんだ。知らなかった。アムフリートって何？しまった加藤、あ、これ大丈夫か。あー、全くわからん。とりあえず、日本製の加藤これですね。10月31日はこれ、多分土曜日かな。今日が29、そうですね、土曜日ですね。ただまあ、あと普通に土曜日発売決定だよね、これ。そうですね、土曜日発売決定した、まあ、足パーツ同じやつですね。暑さの、動力装置の、やつが、こちらは多分再生産かな。で、日本型、キハ28の、DCC 搭載済み。で、キハ58の同じくサウンド搭載済み。で、マグネティックカプラーが隠しと。これ出んのかな？マグネティックカプラー出ねえや。また11月になったらなんかこの辺の会社がいっぱい出るんですね。地域消防隊ってこれなんだろう。あ、なんだ、バスか。でかっ！これでも160分の1なんだ。なんか貨物プレートに乗ってる割にはでっかっ。しかも、まあ5000円って高えな。これでも全部あれか、車関係か。え、すげえ、レールの上に乗せれるんだ。あ、でも、あ、ドイツのメーカーさんなんだ。切り口なんだ、いいね。え、合ってるか、読み方わかんないけど。すごいね。こっちも出すんだ、6番ポイントの白い枕木。確かに4番ポイントも昔出てんだよな。欲しいなと思ったけど、高いし買ってねえんだよな。あとはそうっすね、一応そんなにリニューアルで出た感じはあったな。これは見たい。何これ。あれか、HO ゲージのレインボーか。確か加藤から、先月の変革で出たはずなんですけど、そちらのなんかプロトタイプですね。なんかいろいろあるんだ。塗装機にそれぞれ加工とかしお好きな人でお選びいただけます。共通加工、車載スピーカー搭載、KD カップラー。で、前面側面テープスリーワイパー、カーフテコ、ジャンパー線、メカスプレート、ナンパー取り付け済み。で、ジョバスムタリー、台座付き、レシャムセンタリー。あとは、登場時仕様、グレー H ゴムの、外紙が白。で、緑外紙のグレー H ゴム、側面ロゴ入り。黒 H ゴム、外紙が緑。で、平成21年の、製品上、黒 H ゴム、外紙緑。あ、しかも、このロゴ入りってあれだけど、確かガラスの部分かなんかにあの字が回り込んだ、回り込んでないやつだっけ。あんまり知らないんだけど。で、現行仕様、まあ、H ゴムの、あ、外紙も白なんだ。初めて知った。レインボーって見る機会ねえからな。レインボー見るとしたらそうだな。まあ、黒磯訓練もしくはカシオペアがギリギリ。
俺多分ね、最後にレインボー見たのっていつだろう。いや、多分かれこれ見てねえぞ。多分かれこれ見てないと思う。本当に外資シロなのこれ。本当だ。外資が白っぽいな。まあそんな感じですね。へえ、これも出るんだ。ちなみに1台いくら？4万、まあ3万4万ぐらいか。まあ4万か。まあパーツ取り付け済みでこれだったら結構安いのかな。まあトミックスの胃腸並みって感じか。へえ。まあ加藤の胃腸が安く残ってたら欲しいけど、まあ送らずにからキャッパッと折りしますからね。胃腸記事はね、さすがに場所取るんですよね。すごいなと思いますけど、壮観だし。爽快というべきか。まあさ、爽快というべきか。まあすごいですよね、結構。パッと見ただけ。まああとはそんな感じかな。まあロゴシール案内してるし。まあそんな感じですね。まあ一応ね、今回のスターターセット、興味ある方、一応ね、まあ各、まあ自分が一番買いに行く店に、まあちょっと問い合わせみたらいかがでしょうかというところですかね。あ、地域共通クーポンとりあえず買うんだ。GoTo クーポンだっけ、確か。あ、そうそうそう、GoTo ためのあれか。これあれか、紙だけか。あ、紙クーポンのみなんだ。本当に電子クーポンで取り扱いしてるところ少ないね。確かあれなんだ、紙クーポンで確か京急かなんかも取り扱うんだよ。旅行しようかな。ただ俺乗り物用意するからね、生きて帰ってこれるかどうかは奇跡になるんだよ。まあとりあえず、まあそれを置いといて、まあ一応ね、興味がある方確認してみてください。一応ね、こんな感じでスターターセットと、パーツ類がね各種出てます。というわけでこの後ね、もう一本 NG 事件の動画撮り出てますんで、これで終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。